はいどうも、世界一ストイックな怠け者テッケテッケです。はい、そして明日はメンティビーになるので更新情報を一緒に見ていきましょう。さあ、まず課金イベントですが、まあ今回は小石パックあるんでタヌキガチャ来ますかね。これはまた後で下に書いてあると思うのでそこで一緒に見ていきましょう。で、あとは縁結びパック、はい、来るってことで、まあ結婚キャラクターですね。これは再販なのか新結婚キャラクターなのか、まあどちらか分かりませんが、縁結びパックに関しては大も小も課金効率良くないので縁結びパックを買うのはあまりお勧めできませんね。はい、でその他特になしで、はい、今回バウン力が登場ということで、明日からこちらの百花美人の限定ガチャのところが、はい、ハンフォーからバウン力ちゃんが来るということで、まあ、バウン力ちゃん全体の中で総合評価 C ランクということで、まあ、百花美人に並ぶ副将ちゃん、その他にもおすすめ副将ちゃんかなり多いので、まあ、特にバウン力の次の章に来るリクソンちゃんなんかが奥義的にもスキル的にもとても優秀な副将ちゃんになっているので、まあ、高級ガチャ券なんかはリクソンちゃん用に温存しておいた方がいいかなっていうような感じでしょうか。さあ、そしてラキスターからの、はい、美少女ラケン、そして仮想の集いと、はい、10人ガチャ一気に来ますね。はい、今回ラキスタの方が直江兼次、孫権、加田翔太、東方、検定候補数、竜陽、望月千代目、高坂昭信、そして美少女ラケンの方が名田明智光秀、太公望、福島正則、龍鳳、小松姫、陽丹は、愚鬼、四天童子、滝谷社姫。はい、で最後仮想の集いの方が、学神ちゃんに光雄、神経、長江、女皇に宗神、保蓮氏と細分岐、紹介美婦人となってますが、はい、それぞれちょっと見ていきますか。はい、まず美少女楽園ガチャの方は明日こちらのラインナップですね。ナタから始まる10名が来ますが、美少女楽園や仮想の集いラキスタガチャなんか今こんな感じで10名一気にガチャに並ぶというような形で、まあその中から1名絆のちょびだめをしたり、まあ投与しに行ったりしてくださいねというものになってますが、今もう周期が決まっており、美少女楽園は、はい、この1から始まって9番目までの10人ラインナップ合計90体が2ヶ月ぐらいに1回のペースで同じラインナップがまた順繰り回ってくるというような感じになってるんですが、この表の見方としては、まず名前が赤字太字の副将ちゃんはスキルが優秀で、赤字じゃなくて太字のキャラクターはちょっとスキルが優秀と、であとは背景が黄色は奥義が優秀、ピンクがその次に優秀で、水色がその次で、何も色がないのは見送り対象という感じになりますが、スキル的に対抗棒が赤字太字になってますが、まあ、このキャラクターに関しては仲間連携スキルですね。で、味方に対して影光を開幕からつけることができる、まあ、優秀な仲間連携を持っているキャラクターってことでピックアップされてます。で、ナタに関しては連化状態になれるんで、まあ、タンクとしていいクッションになってくれるっていう意味で赤字まではいけませんが黒字で一応入れてますね。で、大木的にはグキ姉さんが超絶優秀な副将ちゃんになるので、ガチャに並んだら期間中に詳細話していきますが、奥義収集目当てだと美課金の人でもグキ姉さんなら狙えるし、まあ、かなりいろんなバリエーションの奥義に絡んでるんで、まあ、まずはグキ姉さんですね。今回狙いたいのは、はい、楽園ガチャの中でもトップクラスの奥義優秀な副将ちゃんです。で、あとは龍鳳ですが、まあ、龍鳳に関しては実はこの場所とあと第6回目のところにもう1回並ぶようになってるんで、まあ、そんなに急がなくて OK です、龍鳳ちゃんは。で、追っかけでナタ、明智光秀と来るような感じですね。さあ、じゃあ仮想の集い見ていきますが、今回のメンツとしてはこちら下の方にある学神ちゃんから始まる10体となってますが、まあ、今回スキル的に優秀なのが細分岐、まあ、MR アバまで細分岐行くと生後奮起だったり罪悪破壊をばらまいたり、あと味方のデバフを解除するような機能もついたりと、サポートキャラクターとしてめちゃくちゃ跳ねるので、まあ、そのキャラクターの UR アバター戦まで絆のちょびだめコツコツやっていくことができるんでありかなと。あ、ちなみに仮想の集いに関してはこれらのキャラクター SSR から UR アバター戦まで今回ガチャとして並ぶんですが、各副将ちゃんの評価としては SSR のこれらのキャラクターにさすがに原宝を使って絆のちょびだめするのはもったいないので、評価の基準としては UR 以上のこれらのキャラクターが優秀な奥義だったり優秀なスキルを持ってるかどうかっていうところで評価してます。はい、そういう意味であと太字になっているのがホレン氏と宗神ですが、まあ、ホレン氏の方はパッシブで HP オーラという師匠ちゃんの HP をアップさせるような、まあ、自分だけじゃなくて師匠ちゃんも強くできるようなパッシブがあって、まあ、これは一部戦役なんかで師匠ちゃんを使いたいプレイヤーさん向けですが、はい、ちょっとしたパッシブがありますね。で、あと宗神に関しては単純にパッシブ反射が 90% とえげつない高さになるんで、反射爆弾として戦えますよというところですね。まあ、武器なんかを育てなくても十分に強い厄介な爆弾をデッキに入れられるんで、ちょっと宗神が入ってるデッキ見るとワクワクしますね。よく原宝を使ったと嬉しくなりますね、見てて。で、あとは奥義的な意味合いでは紹介なんかが、はい、こちらですね、命中と回避値レベル ×60 も上がる奥義に紹介さえ取ってしまえば、あとラキスタだったり SSR の副将ちゃんで解放できるやつがあるので、まあ奥義的には紹介一択ですね。一応徐行も水色になってますが、これ UR の徐行じゃなくて UR アバター戦の徐行まで行ってやっとちょっとした奥義があるぐらいなんで、あんまり狙うのはおすすめしませんね。一応美課金でも狙えるような範囲内ではありますが、最後ラキスタ行きましょう。はい、ラキスタに関して今回は、はい、こちら第6番目のラインナップたちですね。はい、直江兼次から始まる10体ですが、まあもうダントツで直江兼次が
今回は一番というような感じでしょうか。まあ奥義的にも優秀な体力奥義に絡んでいるキャラクターになるし、スキル的にも味方の視力と自分自身に援護を付与してダメージカット量と反射率を上げることができる、まあ持ってる視力をより強くすることができるバッファーになるので、まあただ戦役だったりボスを進めていくのもあるので、実はもう一択あって検定ですね。ちょっと奥義はそんなに優秀じゃないんですが、味方に姿勢をつけて攻撃力とクリ率をアップすることができるので、まあ正直直江兼続をおすすめしたいんですが、検定もボス戦特に190ステージ付近まで進めていきたいのであれば、ボス2ターンキルという戦術において超絶優秀なキャラクターになっているので、検定を優先するのもありです。なんなら優先した方がいいまでありますね。特に帰国士とか登用された方でボス戦ガンガン進んでる方なんかはそのまま弾みで行っちゃった方がいいかなと思うので、まあ体力奥義欲しいとこですが、ボス戦役なるべく早い段階から高いところで回せた方がやっぱりレベル差他のプレイヤーと作っていけるので、はい、まあ直江兼続も検定も1位ですね。あとは個人個人で判断してみてください。で奥義はそれをかけて尊敬やカダなんかが来る感じで、さらにその次に昇華東方候補数と来て、で残り3体は、まあ、基本的には見送り対象というような感じになってます。さあということで次見ていくと、ラッキー割引、はい、タヌキ割引きますね。ラッキー割引っていうのはこんな感じの、毎日タヌキが6割から9割引きで課金アイテムを提示してくる、まあ、課金イベントになっていますが、今は祝儀札とかあとはチンポ券なんかの方が課金効率がいいので、まあ、この課金イベントからゲットするアイテムでお得なのは、まあ、9割引きが出た時の恋文なんかはかなりお得、まあ、あとは最近見ませんが神髄炭だとか、まあ、これは買わないと思いますが縁結びのお守りなんかを買う場合にはラッキー割引が安いですね。はい、その他は基本的に新宝券や週ギフトなんかから買った方がお得ですので、まあ、そこら辺で課金ステにしていてさらに課金先探してる人にはいいかもしれませんが、はい、基本的にはスルー案件ですかね。さあそして陶器星々のエコ、いやまた久しぶりに来ましたね。はい、こちらに関しては、まあ、この中止と行使っていうアイテムを集めていくことで、MR キャラクターなんかがゲットできるんですね。あとルシーナいますね。はい、これ次回反響なんかでルシーナが出てくる回があったらめちゃくちゃ優秀なキャラクターですが、まあ、対人戦ではややちょっと今ルシーナ聖護バフ剥がしキャラクターが増えすぎた影響もあって活躍薄めになっちゃいましたが、はい、MR なんかも狙える課金イベントになっており、こちら160円から高いやつです。1万1800円の課金アイテムを購入していくことで、ガチャ券ですねがもらえると。でまあ単価としては完全に小パックが安いので、安く済ませたいのであれば小パックをちびちび買っていって、まあ猫の遊ぶ班みたいにちびちび賞を買っていってガチャ券いっぱい集めて、まあ今回のこの星々のエコーが終わっても次回以降の星々のエコーにガチャ券繰り越せるんで、まあ猫班みたいな回し方でお得に MR キャラクター取りに行きましょうというような、まあ、課金イベントになってますが、まあこれなかなか頻繁に来てくれるものではないのでちょっと時間かかるんであんまりおすすめはできませんね、私的には。はい、まあ詳しくは私のチャンネルで東京星々のエコーの動画ありますので、そちらで攻略方法を話してますのでぜひ見てみてください。そして祝儀風来ますね。はい、今回風前費用ということで、こちら160円で毎日60元宝と高級育成炭5個、費用の箱1個が7日間もらえるということで、まあ、特に費用の箱の中にある恋文なんかがこのゲーム内で恋文を集めるのであれば最高級に課金効率がいいので、はい、美課金の方にもおすすめ度の高い祝儀風になってますね。さあそして水筒強制も来ますが、まあこちらはあまり気にしなくて OK です。まあ期間中毎日1200円課金すると、まあそれを5日間やれる人は萌え姫パックという SR 副賞がゲットできる宝箱をゲットできますが、まあ SR っていうめちゃくちゃ低いレアリティのキャラクターに6000円払うのはさすがに高すぎるので、まあ別に課金する用事があっていつの間にか4日目まで空いていたみたいな人は5日目の宝箱を開けるために追加で1200円課金するぐらいの気持ちでいいかなと思います。さあそして鏡の世界、あもう再販キャラですね。卑弥呼が再販ということで、まあ卑弥呼に関しては今 MR 環境インフレ進んでいく中で正直かなり取り残されてしまっているのでスルー対象になっちゃいますかね。さあ新キャラは来るのか。あーで結婚キャラクターもキョイちゃんですね、再販ですねこちらも。はい、キョイちゃんはまだ MR アバター待ちなので、はい、こちらも基本的にはスルー案件になっちゃいますかね。まあ MR アバター出るタイミングでまたドレスとかも売ってくれればいいですが、はい、キョイちゃん大好きな人は今のうちにドレスと指輪買っておくしかないですね、心配な人は。あーで最後遺跡ですね。はい、こちらも再販キャラクターで、しかもまだ UR のレアリティなんで、まあ基本的には眺めるだけですね、この遺跡ちゃんのセンス抜群のストラップを。はい、でも以上ですね今回は。あーなんで明日は特にないですね。よし、やりたいことやります。はい、いややべテンション上がってきた。まあちょっとマイクラあたり行きたいですね。はい、ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。明日は特にないですが、テケテケなんかやれってことでグッドボタン押してもらえるとなんかやります。あと YouTube メンバーシップもやってますので、テケテケのよりマニアックな情報を知りたい方はちょうど今日この後、まあ、最近出てきた新キャラクターブリオンヒルドだとか、まあ、チョウウンだとかリクソン、あとはベルダンディちゃん等々聖護剥がしキャラクターがまたどんどんこのゲーム内に実装されているので、まあ、それらの新聖護剥がしキャラクターがこのゲーム内で明確にどういう立ち位置にいる副将ちゃんなのかっていうのを、まあ、超詳細分析した動画この後今編集中ですのでアップしますので、まあそういった一般公開動画では非公開しないようなマニアックな動画、興味がある方はこの動画の概要欄にある URL から特別動画の方
方も見てもらえると嬉しいです。ありがとうございます。最後までご視聴いただきありがとうございました。押す。